はいえー、こんにちは今日は、えー、左翼グローバル主義による家族解体国家解体共同体解体の行く末ということで、えー、広角機動隊で「ソリッド・ステート・ソサイティ」というアニメを僕見たことがあったんでそれに関連してお話ししたいと思っています。 で、この間、えっ、ー、と、そもそも小学校というか学校制度というのがどうしてできたかっていう話をしたと思うんですね。これはあの、イギリスの産業革命時代に、えー、教育によって人をこう、エディケートして、いい子を育てるとかっていうことではなく、えー、決まられた時間に、えっ、ー、と、 働いて文句を言わず働く、従順な工場労働者、工場奴隷を作るために学校制度ができましたと、トフラーとかも言っていますと。で、このことが家族の絆を崩壊して、えー、崩壊させて、お父さんから家業を習うというような形で家族の絆があったり、お父さんの背中を見ながら育つっていうことがあったのが、みんな学校に連れていかれるっていう形になったと。これが学校システムというものの始まりでしたと。 で、それが今のこの、もう何も工場労働者ばっかりじゃなくなった時代にはミスマッチをしてますよってことだと思うんですけれども、それをこの間お話ししましたと。で、岡田敏夫さんの動画で前言っていた内容をこの間話し漏れた部分が、昔は一人が働ければ家族5人が食べていけましたと。もしくはなんか居候までいてその人まで食べていきましたという時代があった。 なのに今は家族の両親が働いて子供もバイトしてそしてカツカツなぜか老後は2000万円貯めておきなさいって言われて更に不安を煽られるみたいな金金金の世界観にさい、えー、まれていますと。 いいでずっっっとと働働かなななななそれをまかえなくなって労働が減らないようになったこんなに生産性が上がったり効率化されている社会でなぜみんな働き続けないとい余計働かないといけないみたいなおかしな社会になっているのかもっと無駄をなくして、えー、ゆっくりできるはずでしょうと生産性が上がっているのにとなんで生産性が上がっているのに無駄なことやっているんだろうと、まあ、無駄ながいいとかが多いんですかね <laughs> っていうのもあるけど何かおかしいと。 で、でもフランスはバカンス1ヶ月取ってると。で、あの、なんかの方にも僕書きましたけど、電子書籍に。あの、そもそもまあ10%とか20%とかヨーロッパのいろんな国は失業率があって、それらの人々たちは働かなくても大丈夫なような世の中になってるんですよと。な,なんかまあ無駄なことをみんながやることによって、なんか働いてるように見せてるだけで、本当は効率化されてるんで、もうそこまで今働かなくていい世の中になってるはずだ。 しかし働くことをある程度こう推奨されてですね、えー、必要以上に働いてるんじゃないかと思われるとでまあそ,それでも今回の主眼はですねグローバル左翼が共同体とか家族とかを破壊して個人を後向かして不安定な存在にして自殺とかを増やしているとで個人が不安定になって社会も不安定になるとこういう社会の動きを推奨しているのが、まあ、グローバル左翼のやり方で 子や個性を強調しているということですね。で、その動きの日本での現れが自民党ですら夫婦別姓や LGBT というおかしなことを進めようとしていると。これは、えっと、個人の特殊な変わった人の権利を守るという行為ではなく、ある種の秩序破壊であり、文化破壊であり、家族の破壊であり、えー、国の社会全体の破壊をしようとしているのが この最後グローバリストのやり方と。この個人を後向かしてっていう言い方は確かあの田中秀道先生の本とかに、まさんとかの本にも書いてるので、ちょっとあの、その他顔を借りてありますけど、ということで、えっと、本当は個人、日本人に限らずですね、人間は個単体で生きていくと非常に不安定な存在になって生きていくことができないと。だからこそ、この間そのコロナの騒ぎでも、 自粛にして、ロックダウンにして、家に閉じ込まらせて、みんなとコミュニケーションがなくなると自殺が増えたっていう研究をする人たちもいるっていうことなんですよね。結局、人間は個としてありながらも、共同体の中で誰かと接点がないと生きていけない動物であるということを、この左右グローバリストは知っていながら、個人を家族から切り離し、社会から切り離し、不安定な社会にしていっているということですと。で、そういう中で、 でも本当は共同体と個人というものは一体であり、どっちがが先にあるんではなく一体、両方があるものですよと。これは日本人でいうところの自然と人間は一体であったりとか、まあ、えっと、神仏集合的なあらゆるものは一体に考えたりとか、和の精神であったりというところだと僕は思っていますと。で、あの、養老岳史先生の本で、えー、僕この間上げた動画の説明でしたように、生態系と 個々の生物っていうのは、個々の生物がより集まって生態系ができているとも言えるけども、えー、生態系という一体の中と個っていうのは実はそれは一体ですよと、そういう見方が大事ですよというふうに養老先生も言ってたんですね。これはやっぱりあの僕らは一人一人の人間として個としては存在しているけども、これは個として存在しているということと同時に共同体の一部として 一体として存在しているという見方もないと人間は阻害された存在になってしまうという変なキリスト教的な主観になってしまうのでやっぱり日本人はそういう見方じゃない正しい見方っていうか日本的な和の見方をしていく必要がした方がいいんじゃないかなと僕も思っていますと。で、それを忘れてですね、個人を後もかしていった時にどうなるかと、えー、っと子供と家族が過ごす時間を減らしていくとどうなるかというとそれを行き詰めた先が僕、広角機動隊のその映画で見たですね、えっと、 子供が家庭から奪われて、変な教育機関とかみたいなところに預けられて、そこで、こうなんか、あの、バーチャルマスクみたいなのさせられて、カチ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 ってこうずっと、あの、訓練させられてみたいなですね、スパイ養成機関で育てられてみたいなそういう映像あったんですけど、国家に家族が分断されて、 子供を産むのは家族の仕事かもしらんけど、育てるのも子供の所有も国のものになるみたいな、そんな社会って最悪じゃないですか。なんかほんと朝から晩まで保育所に預けられて、年にだけ帰ってくるとか、朝ごはん食べて寝にだけ帰ってくる。それって家族って言えるんですかみたいな社会になったら、全然もったいないじゃないですか。あの、 子供の顔を見る時間っていうのが多い方がいいじゃないですか。だからなんか本当夏休みとかもですね、いろんな預かってくれるところがあるのは非常にありがたいことですけど、でもやっぱり親ももうちょっと夏休みは休めるようにして、子供と一緒に過ごす時間を増やすとかしないと、家族って何だろうってなると、非常に本当にこの、 田中秀道さんとかが言ってるように、個人っていうものが後向かされる、家族が分断されているみたいな形になるのは、今の世の中、その、おかしいんじゃないかと、もっと余裕を持って生きられる世の中に作れるんじゃないかっていうふうに僕は考えているので、あの、こういう左翼グローバリズム的な動きには、あの、反対ですし、えー、自民党がそういうことをやってるって、えー、自民党は左翼グローバル政党だって、まぶ、あ、ちさんが言ってることもその通りだなって僕は思っています。はい。 以上ですありがとうございます。